そして本番ムード高まる現地バンクーバーではスピードスケート15歳の高木美帆に地元メディアも注目です。変わらずですけど、まあそうですね、あんまりその無駄な力とか使わないで本番の会場で連日マイペースな調整を続ける高木美帆。氷が硬く足に負担が少ないと選手からも好評なリンクでおよそ1時間じっくりと滑りました。そんな高木の前日練習の様子がカナダの全国紙一面に。それを見た本人はどうなんすかね注目を集める15歳、照れながらもしっかりと持ち帰りました。